全然合わないです。ないです。大丈夫です。はい。いいですか？はい。はい、皆さんこんにちは。現場に来てくださっている皆様も、YouTube でライブ配信を見てくださっている皆様もこんにちは。小淵沢オリーブ協会の、剣道式に皆様お越しくださってありがとうございます。拍手、はい、今日はね、工事の関係の皆様もお集まりくださって、多分、教会というなんかこう慣れない場所で少し緊張していらっしゃるかもしれませんが、この教会はまあね、自分で言うのもなんですけど相当緩いんでセレモニーって言ってもかなり緩く堅苦しくなく楽しんでいただければと思ってます。はい、でまずそうですね、お祈り、すいません、今日はこういうプログラムで、はい、こういうプログラムでね進めていきたいと思いますが、まるで結婚式みたいですけど、塩澤さんが作りましたけどね、これね、ここにないんですけど、ちょっと一言お祈りから始めさせてください。はい、祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日私たちをここに集めてくださり、そしてこのように神様にこの建物を捧げるというこの式を行うことができること、ありがとうございます。ここまで導いてくださった神様の御名を称えずにはいられません。この時を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。で、後で少し私からも私口から少しメッセージというかお話をさせていただきますが、まずは本当に皆様ありがとうございます。この建物がですね、このように建ったことの背景には本当にたくさんの人たちの、祈りと励ましと具体的な応援と、そして一生懸命働いてくれた、工事の関係の皆様と、そしてこう、ね、しっくり祈りとかみんなで頑張ったこの奉仕と、本当にたくさんの人の手で今日のこの日が迎えられるということを覚えて、皆様にただただ感謝したいと同時に、先ほども祈りましたけども、神様にこの感謝を捧げることをこの式の中でしていきたいと思います。で、教会というところではですね、賛美歌を歌います。はい、で、ご存知の方もご存知じゃない方も、まあ、歌える方、一緒に神様を賛美していただきたいと思います。はい、では「御神を」という賛美を、大丈夫です、はい、はいはい、お願いします。なし遂げて
ここで少しビデオを見ていただきたいと思いますね。皆様、テレビが見える位置に皆さん座ってますか？もうちょっと大原さんとかこっち行った方がいいかな。ちょっと光ってるかも。これね、面白いですからね。はい、ぜひ見てほしいんですよ。塩澤さんが一生懸命編集しました。すごいですよ。はい、皆さん見えますか？いいですか？見えます。はい、では塩澤さんお願いします。カウントダウンカウントダウンするんか。はい、じゃあカウントダウンしましょうね。はい、30からいきますかね。長い、終わっちゃう。3からいきます。3、2、1、ゴー。ご案内しますよ。行きましょう。はい、こちらが自慢のお庭です。暖かくなると緑がね、生えてきますよ。そして奥にあるのが物置小屋になります。かわいい。さあ、こちらへどうぞ。ロープを作ったので車椅子の方もご安心してお越しいただけますよ。では玄関オープン。はい、オリーブ協会へようこそ。ここで靴を脱いでこちらで手を消毒しましょう。あれあれあれピッはい、作動しなかった場合はこちらでね、きれいにします。さあさあさあ、このかわいいマーク、これはトイレですよ。トイレもちょっと覗いてみましょうね。オープン。あ、すいません、失礼しました。人がいました。閉めましょう閉めましょう。でもね、ここね広いから車椅子の方も安心してご利用いただけます。失礼しました。そしてこちらがどこかというと、ゲストの方がお使いいただける洗面所。そしてこちらがシャワールームになっております。オープン。あー、失礼しました。今日はゲストの方が多いようで。さーて、こちらは何かというと、はい、キッチンになります。で、ゲストの方はどうぞこちらで美味しい料理をお楽しみください。そしてそしてこちらは、こちらが牧師の書斎になっております。そしてこっちは子供の遊べるスペースもありますよ。ここは床暖房もついているのであったかいです。そしてそしてここは何の扉でしょうね。あっ、あらららららら、あらららら、なんと台所とつながっています。なぜかというと、ここは母子室としても利用するので、お母さんが赤ちゃんの様子を見ながらミルクの準備、離乳食の準備などできるようになっています。素敵。さあさあ、そしてこちらへどうぞ。ここはゲストの方にお泊まりいただくお部屋になっております。あれ、誰か寝てますね。失礼しました。ここはね、怖がりになっているので、見て見て見て、くつろぎます。はい、ではここは閉めて、はい、ではこちらへご案内しますよ。お待たせしました。こちらがメイン街道となっております。では、
なたかくつろいでらっしゃいますね。これは景色をね、ここで眺めてゆっくりおくつろぎいただけますよ。そしてこの、なんでしょうこれ、これはオリーブ教会を支えている配信器具がここにあります。うわ、専門的な機材がたくさんありますね。さあ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 、そしてこちらがゲストの方にはリビングとしてご利用いただける。そして日曜日はここでみんなで礼拝を捧げております。そして奥へどうぞ。枕木で作った十字架がここから見えます。夜になるとライトアップもされますよ。はい、ではこちらがデッキです。どうぞ。うわここは22畳ありますよ。はい、転がることもできます。イエーイはい、これで、はい、これでオリーブ教会のご案内は終わりです。はい、塩澤さん頑張りました、編集。はい、ね、祝辞、いろんな方からですね、お祝いをいただいておりまして、まあ、こういうカードでですね、いろいろ送ってくださっている方々、まあ、例えば、埼玉の、東わしの宮聖書フォーラムの方からがです、この風船かな、風船だよね、風船を、はい、そう、剣道式おめでとうございます、主の栄光に向かい共にということですね。呉と広島の聖書フォーラムから、剣道おめでとうございます、いつも礼拝の配信ありがとうございます、これからも大笑いしながら礼拝させていただきます、いつか本教会で大声で賛美するときが待ち遠しい、呉&広島です、ね、あと他にもお菓子とかいろんなものをね、あとこのリースとかね、いろんな方が本当に送ってくださって祝福してくださっています。で、ビデオを一つ送ってくださった方がいまして、はい、ではお願いします。カウントダウンはいいかな、とりあえずオリーブ教会の皆さん、こんにちは。今日剣道式の日を迎えられたことを本当に一緒にやって感謝いたします。私たちはオリーブ教会のスタートの時点からいろいろと関わらせていただいていますが、主に祝福されて立派に成長している姿を見て本当に嬉しく思います。いろいろなことがありましたね。坂本先生の牧師就任式の直後に車の事故を起こして、最初から試練が与えられたねとみんなで話をしたことを思い出します。また坂本先生が教会の進むべき方向性で迷っていて、教会内で意見を取りまとめるのにも苦労していた、まあ、そういう時もあったと思いますが、やはり妥協せずに主から与えられた最初のビジョンに忠実であり続けたからこそ大きく用いられるようになったのではないでしょうか。これからも期待しています。そしてこれからもできる限りのサポートをさせていただきます。一つ最後に御言葉をプレゼントさせていただきます。ゼカリア書4章の6節と7節、
彼は私にこう答えた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。大いなる山よ、お前は何者か。お前はゼルバベルの前で平らにされる。彼が頭石を運び出せば、恵みあれ、これに恵みあれと叫び声が上がる。引き続き教会が人間の力ではなく聖霊の力によって前進できるようにお祈りしております。はい、ありがとうございました。ちなみに今のはウィリアム・ウッド先生です言わなかったね、真理の御言葉伝道教会、教会はアソシエーションの教会ね、という団体を率いていらっしゃって、私たちの教会発足当時からすごくいつもサポートして、顧問のような感じでね、お世話になっている先生でいらっしゃいます。はい、ありがとうございました。さあ、ちょっとここで私の、お話をさせていただきたいと思うんですね。すいません、ちょっとこのマスクが難しいので、ちょっとこれに変えさせてください。よいしょはい、大丈夫です。はい、このマスクのがね、フェイスマウスシールドの紐が、はい、はい、ハンドマイクで話してもいいですか。やっぱその方がちょっと話しやすいんでね。はい、すいません。改めまして皆様、本当に今日はね、はい、ありがとうございます。ちょっとね、この教会というところは、聖書を信じているところなんですね。で、2つ聖書の言葉をご紹介させてください。1つは箴言19章21節というところで、これは旧約聖書の中で、ソロモン王という王様が書いた言葉ですね。今から数えてだいたい3000年前ぐらいの人なんですが、人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現すると。誰しもが自分自身の夢とか希望とか、人生こういうふうに進んでいったらいいなという、そういうね、いろんな自分のシナリオがあると思うんですけど、それを神様に委ねたら、神様が一番いい形で神様のご計画を、成し遂げてくださるよという意味なんですね。もう一つ、この下のですね、伝道者の書3章11節、これも同じくソロモン王様が書いた言葉なんですが、神のなさることはすべて時にかなって美しいという言葉ですね。これは一番いいタイミングで神様はいいことをしてくださいますよという、そういう意味ですよね。人生、この進んでいく中で、どういう方向に進み何をするかということと、それをどういうタイミングでするかという、ね、この方向性とタイミング、この2つでほぼ何もかも決まると言っても過言ではないと思うんですが、それを神様に委ね祈りつつ進むときに、こっちだよ、そして今だよということを示して導いてくれる神様なんですよという、そういうことなんです。で、この建物を建てるにあたってですね、まさに本当にこれは真実だったなと、私は個人的に本当にそれを体験したんですね。なので、その私のその体験、これを証というんですけどね、クリスチャンの世界では、少し証も踏まえて、どのようにしてこれが実現したのかということを、少し10分15分ぐらいかかるかもしれません、お話しさせていただければと思うんです。この建物と土地は、土地のすみません、建物とその土地の工事
とか、一切全部含めてだいたい4400万円ぐらいの資金が費やされました。それぐらいかかりました。それでもその建築そして工事の関係の方々が本当に良心的にやってくださったので、それ以上の価値ができたなと、価値のものができたなと思っているんですが、でもね、それぐらいかかったんですね。で、厳密に言うとさらにこの家具とか設備とかいろいろ含めるとさらに数百万円かかってるんですよ。で、去年の6月ぐらいだから1年半ぐらい前は資金ほぼゼロだったんです、メドが。この短期間でなんでこんなものができたのかっていうのは割と皆様不思議がっておられるんですね。どうしてこれ可能になったのって皆さん結構聞かれるんですよ。で、こういう時にまあクリスチャンがよく言うのは、神様が不思議な形で与えてくださいましたって結構ぼかしたりするんですけど、なんででしょうかね。こうお金の話とかちょっと上品じゃないと思うのかもしれませんね。でもそれだとちょっと伝わらないと思うので、やっぱり少し具体的に、まあ、お金の話ね、若干しにくいところもあるんですが、どういう経緯でこの資金が集まったのかという、獲得できたのかという経緯を少しお話したいと今日は思いました。で、その中でいかにこのね、まあ、私牧師として温度を取ってこのプロジェクトやってきたんですが、いかに私の思い込みとかが優しく神様によって修正されてこっちだよってしてくださったかっていうのが伝わるといいなと思って話したいと思うんですけどね。まずこの土地を購入したのは、約3年ちょっと前です。2018年の、夏でした。はい。まあ、ちなみに教会は9年ぐらい 前にスタートしたんですけどね。土地を買ったのは3年ちょっと前で、その時にすぐにここにチャペルを作ろうっていうふうに最初思ってたんですね。で、私がまあいろんな策を立てて、もう数々のこの銀行に通ってですね、事業融資をお願いしたんですよ。ところがどの銀行もお金を出してくれなかったんですね。結構大変だったんですけどね。で、その時この土地と一緒にそこにその古い小屋が一緒についてきたので、まあ、一緒に購入したので、とりあえずこのチャペルを建てるとか新しいものを建てるのはまだ時ではなかった、神の時ではなかったのだなと判断して、とりあえずこの小屋を、使おうということで、まあ、掃除をしてこの整理をして、それを使ったら、まあ、意外といいねということでね、その時、まあ、教会の人数からしてもまだ大丈夫だね確かにということで、それを使い始めたわけですね。その時の、ね、写真、まあ、これがその小屋だったわけですね。皆さんご存知の方も多いと思いますが、最初はね、これも最初から潰そうってしてたんだけど、でも神様がまだこれを使えということだったんですね。けれども、まあ、少し人がちょっと増えてもうパンパンになってきちゃって、で、子供部屋もですね、もう子供ってどんどん成長するんで、そのサイズ感がもう部屋がね、もう無理っていう状態になってきたったんですね。で、これ以上子供大きくなるともう無理だねっていうね、ことになってきたんです。で、去年の3月、だから土地買って1年半ぐらい経った頃に、コロナがね、始まりましたね。で、人が集まれなくなって、まあ、いずれにしても人集まれないっていう状態になったんですが、これコロナが明けて人が戻ってきた時にもう無理だろうなっていう切迫感が私すごくありまして、子供もね、多分サイズ感的には 1.2 倍ぐらいになって戻ってくると思うので、もう無理だと、これコロナ終わって動いてたらもう無理だ、今なんかしなきゃ無理だと思ったんですね。けれども事業融資してくれないでしょ。で、そのちょっと数ヶ月前に私の個人的な、住宅ローンで私の自宅をここに建てれないかということで、まあ、この近くの A 銀行に、 A っていうのはアルファベットの A ね、A 銀行に行って、相談したこともあったんですね。そしたら教会の名のついてる土地には貸せませんって言われたの。住宅ローンもダメ、事業融資もダメ、無理じゃん、銀行とかもう二度と行ってやるかぐらいに思ってたわけですね。もうこりごりと、ね、回るの嫌だと思ってたんですね。でもどうしようかなと、なんか建てないと無理だなと。で、そんな折にこの教会のメンバーである大串夫妻とね、お食事をしたんですね、家に招いてね。で、まあお金難しいよね、どうしようかねっていう話をしてて、教会の皆さんにも土地買う時にもうすごい負担をしてもらってたんで、もうちょっとお願いできないなっていうことで、で、大串さんが
この近くだったらね、メジャーなのはやっぱり B 銀行だよね、 B 銀行に行ったらって大口さんが言ったの、本人は多分全然覚えてないから覚えてないんですね。で B 銀行は、で私その時言ったのは、いや B 銀行はちょっと特に僕無理なんだよ、前事業融資で行ったんだけど、もう正直ちょっと対応がちょっとねあんまりいまいちだったんだよね、だから B 銀行無理無理って言って、そもそも銀行とかもう無理って言ってね、じゃあどうしようかねってその日は終わったんですけど、その次の日に突然 B 銀行から電話かかってきたんだよね。で営業担当で、コロナでいい事業融資のプランがあるから利用しませんかって電話かかってきたんだね。でその前の日のことがあったんで、僕の中ですっごい不思議な気分になって、教会なんですけどいいんですかって聞いたら、前無理ダメって言われたんですけどって聞いたら、あそれはダメですねって言われたんだね。で、もし前の日の会話がなかったらそうですかで終わるとこだったかもしれないけれども、ちょっと不思議な気持ちになってたんで、ダメ元でじゃあ住宅ローンはどうですかって聞いたら、できますよって言ったんだね、教会なんですけどいいですよって言ったの。ですぐさま B 銀行に行って相談してね、私の収入これぐらいなんですけどって言って、住宅ローン、そしたら1000万円ぐらいまで大丈夫かなって言われたんだよね。本当って言ってびっくりして、そのここでそう銀行を見直したんですよね教会じゃない、銀行を見直したんです。で1000万円でね家を建てる、すごく小さなものかもしれないけど、とりあえずこの古い小屋を使いながらそっちで大人が礼拝して、日曜日 はこの自分の自宅を開放して、そこをキッズスペースにしたらとりあえずしのげるなって思ったわけだね。で、それで行こうかなと思ったんだけど、僕の中で B 銀行でもって言ったらちょっと失礼だけど、大丈夫なことがあるんだなってこう考えを変えて、もしかしたらもうちょっと可能性があるのかもとそこで思ったわけですよね。あと100万とかあと200万とかね、もうちょっと可能性があるかなと思ったわけです。でも銀行周りはもうしたくないと、もう一つだけ行ってみようかな神様って祈ったわけですね。もう一つだけどこにしましょうかって神様祈って、それで C 銀行に行ったんですね。で C 銀行に行ったら2000万円ぐらいまで貸してますよって言ったのね。で結構ね、僕の収入とかね立場でこれすごいなと思って、年齢もねこんな上にいってる。で最終的には2150万円融資できるということになったんです。で調べると国とか自治体からの給付金とかも得られるということが分かって、そして教会のささやかな貯金とかね、全部集めると2600万ぐらいの資金が大丈夫かもという状態になったわけですね。でそこからその工務店周りをして、どんな家を建てれるかなというふうにやっていったわけですよね。だいたいこれぐらいの資金だとこれぐらいのサイズの家かなっていうのはだんだん分かってきたんです。その時にそれでも十分すごく感謝なんだけど、私の中でね、神様もう一息みたいなもう一息も行きませんかって言って、もう一息って言っても、私が祈ったのは4000万円ぐらいいかがですかねって祈ったわけですよね。それぐらいもう全く当てもないんだけどね、4000万円ぐらい資金が得られたら結構割とこう満足なものができるなって、神様道を開いていただけませんかって実は祈ってたんです。教会の中でね、全員には言えなかった、一部の人にはね少しシェアしてましたけど、でじゃあそのもっと資金を増すためにどうしたらいいかなって言ってんで、クラウドファンディングをしてですね、アイデアとしてクラウドファンディングをして、この建物の一部を、ゲストルームとして貸し出すことで、皆さん資金を出してくれませんかという呼びかけを、その時すでにライブ配信をしていたので、礼拝のね、なのでこう視聴者に呼びかけたらどうかなと思ったわけですよ、ね、でそうすればもう100万とか200万とかうまくいけば集まるかなっていうくらいで考えたわけですよね。でそしたらですね、さっきからちょっと何回も名前出て申し訳ないんだけど、塩沢さんと、その塩沢さんよく出てくるんだよね、塩沢さんとその相談をしてて、で塩沢さんが言ったのが、クラウドファンディングはそれはそれしたらいいかもしれないけど、
まず献金を呼びかけたらどうって言ったわけですね。あのライブ配信で、まあ、あの献金、あのクラウドファンディングと献金の違いは、クラウドファンディングっていうのはメリットをもらえる人が資金を出すと。で、献金っていうのはですね、教会で献金っていうと、要するに直接メリットがあるわけではないが、あの神様に用いてもらえるならぜひこれをお使いくださいって言って、うん、捧げるっていうことをこれ献金っていうんですね。で、私が彼に言ったのは、あのそれは無理だって言ったそれはあの塩田さん、それはね、あのちょっとね、あの世の中そんな甘くないって言ったそんな甘くないよって、ね、メリットもない。自分の教会ならまだしもね、ネットで見てるだけの教会にそんなお金出す人、まあ、まあ、それはほとんどいないからって、ね、もうね、内心ね、まだまだ彼はもう幼いなと社会の厳しさ上がってないなぐらいに思ったわけですよね。で、彼はまあ、いやでも献金いいと思うけどなって、呼びかけたらいい。要するにね、あの献金を呼びかけて誰も反応がないと結構傷つくわけわかるかな、もうすごくね落ち込むわけで、過去に苦い経験があってね、もうあれもう無理って思ってたわけですよね。けれどもその後でまあ何日間かお祈りしててですね、まあ神様のささやきというかね、あの声に、言葉にならぬ声がお祈りしてるとね、聞こえてくることがあるわけです。やってみろみたいなね、なんかやってみろって言ってる神様っていう、そういう感じがしてしょうがなくなって、で数日後に塩沢さんに、じゃあちょっとね、ちょっとやってみようちょっとだけね、まあ、5分か10分ぐらいのアピールでもうサクッとね、あのこう無反応でも傷つかない程度にやってみようってやったんだよね。で、まあ、あのライブ配、そのすぐさまその次の週かな、ライブ配信でこういうこうね、あのライブ配信で、あの皆さん見てみる皆さん、こういうものをねちょっと立てたいと思うんですけどって言って、これがその時に使った絵なんですけど、まあ、2階牧師の自宅で、まあ、皆さんがちょっとでも助けてくださったら、その分だけちょっといい建物にあのなるので、よろしかったらお願いしますという、アピールを5分10分かなんかでね、あのしたんですよね。そしたらですよ、その時から次から次に、私支援したいですという方からたくさんの連絡が来たんですね。で、どんどん資金が増えていったんです。で、もうその時にはね、工務店も決まっていて、設計士さんとお話してたんですけど、ミーティングのたびに資金が上がっているので、でここもうちょっと間取り増やしてくださいみたいな感じでね、すごくご面倒をかけたんですけど、で結局ですね、建築献金という名目で、お金を捧げてくださった方のそのトータルの金額が、先月末の時点で1852万8500円のご献金が集まったんですね。で、これは建築献金という名目だけのもので、そういう名目をつけずに、指定せずに捧げてくださっている方も他にもっといるんです。だから実際にはもっとあって、それもその資金に回すことができたんですね。そうやって、この資金を得て、もう当初の計画からすると考えられないぐらいのこの本当に素敵な建物を建てることができたのでありました。ね、まあ申し上げたように、僕の何て何かあったっけ、あ、そうそう、で このように、あ、すみません、これね、まだ小屋を潰してない時の写真ですね。はい、でね、このようにね、本当に素敵な建物を、建築の皆様の助けによっても、建てることができまして、また教会の皆様も漆喰とかね、みんなで頑張って、建てることができましたが、この背後には本当に神様のね、導きとそしてご計画があったなということをしみじみとね、感じる所存でございます、で神様には計画があると聖書には書いてまして、これ最後にちょっとだけシェアさせていただきたいんですが、神様はこの世界に対して計画を持ってるんですよって聖書に書いてあるんですね。まあ、クリスチャンでない方はね、なんかそんな話
ていう感じかもしれないですけど、ぜひこのことをお伝えしたいなと思ってます。聖書では神様には計画があって、この歴史を導いてるんだって書いてまして、それは一言で言えば、人間の罪を許して人間を天国に招き入れることなのですよということなんですね。でそのために2000年前にイエス・キリストがこの世界に来られて、私たち人間の罪を背負って、十字架で死に、そして3日目に復活したのですよというふうに聖書には書いてあるんです。でなぜこの建物が神の計画によって作られたかというと、この建物はその聖書のメッセージを一人でも多くの方に知っていただくという目的のために、神様がこれを実現させてくださったと私たちは固く信じているんですね。なのでこのことを皆様に一言シェアをして、この話を終わりたいと思いました。ぜひこのイエス様をね、知っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ということで、本当にお世話になった工事の関係者の皆様に、本当はね、もっとたくさんの方いらっしゃったんですが、ちょっとやっぱり今日、突然のお招きだったので、お越しくださったのが、4名様ですかね。よろしければ、ちょっとだけ前に出ていただいて、はい、すいません。はい。はい。どうぞこちらまでぐーずずいずずいと恥ずかしがらずに。はい、ちょっと、あ、そうですね、向こうの端から少し最初に八ヶ岳工房の羽賀さんですね、一番ね向かって右側のね、はい、で最初に羽賀さんにのところに行ってご相談させていただいて、家を建てるということでね、で資金が増えてきて建物が大きくなりすぎてしまって、羽賀さんがもう少し大きい建物ならこちらの工務店の方がいいよということでご紹介してくださったのが、で羽賀さんには工事の中に入っていろいろデッキもやっていただいたし、いろんな設備をやっていただいたんですが、全体の設計と総合的な、施工に関しては宮坂建設にお願いしたんですね。で、ちょっと右端に向かって左端に飛びまして、宮坂建設のその設計士で、窓口になってくださった木村さんですね。はい、もう本当にもう本当にお世話になりましたね。もう変更に次ぐ変更でね。はい、でも本当に丁寧に対応してくださってね、もう素晴らしい建物をね作ってくださいました。はい、そして、藤森土木の、向かって左から2番目の藤森土木の、藤森社長ですね。はい、はい、土木なので基礎ですね、掘ってもらって土台を作ってもらって、入り口とかも駐車場、進入路、ここのね全体の整地、もうなんかいっぱいいっぱい、もう本当に良心的にもうやっていただいて本当にありがとうございましたね。もう引き続きお世話になります。はい、で大原さんですね、その隣の大原さんなんですけど、実は大原さんはこの土地を紹介してくださった方なんですね。そちらのフィリア美術館から来てるんですけど、どういう紹介して職人、どういうふうに紹介したらいいですか。もういろんなことをやりすぎて何がメインなのかって。沈没船、いやいやいや、何喋っていいんですか。で、あ、この土地は彼からもしここに欲しいという話を最初 A さんが決まってたんです。で A さんがで その時にうちに来たんです、偶然にね。それでやめようと、その人は無理だと、これだけの管理はできないから、じゃあそのあとは
坂本さんに紹介するということで、それでうまくいったんだよね。そうですね、はい、この持ち主さんは東京から開拓で来たおばあさんなんです。そのおばあさんも死んで、お父さんも死んで、娘さんがもう80近かったんだよね。で、私にずっと土地を買う人を探してくれ探してくれって言われて、だけどどうせ買う人もいないし、こう聞き流したんだけどうまくいったもんで、その年は私は全然商売にならないけども4つの土地を解決したわけよね、ここを含めて。だけど私は不動産屋さんじゃないから、あの A さんと B さんを結びつけて、それでうまくいったんだね、はい、でそれはもう土地の話はこれで終わって、話せば長くなるんでまたゆっくりと、あのゆっくりと、あの沈没船は海に潜るとお宝があるってことは気がつきました。いつかしら上がろうと思うんですけど、そのうち上がってきます。あ、ですいません。で、大原さんにはあそこのキッチンのね、左側のキャビネットを作ってもらったんですよ。職人さんなんですよね。はい。ね。あ、そうそう、そうだ。看板も作ってもらったの。そう、看板だよ。そうそうそう。そう、駐車場のところね、かっこいいでしょ、あれね。あれも作ってくださったんですね。本当にいつもお世話になってます。はい。で、ちょっとこのですね、すいません。プレゼントを、すいません。ちょっとこれを一人一人に。すみません、ちょっと片手で、すみません、はい、すみません、はい、ちょっと本当にささやかなんですけど、お菓子と、ちょっとその聖書のことが書いた小冊子が入っているので、よかったら読んでみてください。はい、ありがとうございます。お世話になりました。はい、ありがとうございました。本当にお世話になったし、これからもお世話になります。さあ、植樹ですね。はい、子供たちにあれこのバタバタ感あれですね、なんか大丈夫ですか。はい、オリーブ教会なのでオリーブの木を買ったんですが、買ってみたら寒冷地用の種類で、ミッションっていう名前のミッションっていう名前のオリーブの木だったんですよね。はい、まさにこのね、ミッションですよ、ね。で、この窓の外をご覧ください。そこに子供たちによって、ね、植樹していただきます。はいはいはい、出たから、ちょっと待ってね。あ、中から、うん、ここから見れます。この本堂から見えますんで。本堂ってなんだ。ちょっと待ってね。あ、しゅんくんも行く？一緒に食事をして。で、今寒いので多分根付かないので、形的に一旦入れますが、一旦また戻して室内に置いて、春が来たらまた植え直すということをしたいと思います。はい。あ、肝心の子供たちが来ない。子供たちはなんだ、ビデオゲームでもしてるのか。子供に見えるけど違う。はい、来なければみのりさんお願いします。来るか来るか。子供ら今行ったよ、今行ったよ、子供。
蜂のまま植えたんだね。強引に。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、食事終わり。食事終わり。はい、もうちょっと続きますこのセレモニー。はい、さあここで特別賛美といいまして、ちょっとその歌を練習してくださった何人かのメンバーが、ここで歌ってくれます。はい、でまずあれだね、歌ってくださって、その後でみんなでもみんなでこの曲を一緒に最後に賛美して終わりにするという、そういうことでいいですね。はい、この教会の、ゴスペルクワイアがあるんですが、東京の方からのいつもディレクターとして来てくださっている内藤潤さんをご紹介します。はい、お願いします。はい、はい、で潤ちゃんにはマイク渡して、はい、はい、これかな。ちょっとなんか喋ってみて。はい、オリーブ教会の関係の皆さん、本当にこの度はおめでとうございます。素晴らしい会堂ができたことを私も本当に喜んで見させていただいています。で今日今から一曲賛美を歌いたいと思います。で一回しみんなで4人で歌いますので、とても簡単な曲なので聴きながらぜひ覚えていて、メロディーを覚えていただいて、そしてその後皆さんと一緒に歌って神様に感謝を捧げていきたいと思います。もう一人歌ってくれる人が、うん、行くよ、ちょっと待って。僕だけ声が大きいんだよ。はい、行こう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 。バレちゃうからさ、僕の声が。はい、そうですね。はい。みどりさんと一緒に私これ。あ、そうそうそう。デュワーって、ね。デュワね。はい、じゃあお願いします。
の御心だけが必ず実現します。だからすべてに手に委ね、主に従います。だからすべてに手に委ね、主に従います。それでは皆さんご一緒に私たちの信仰告白としてこの賛美を歌っていきたいと思います。主よ、あなたの御心が愛する神様、ありがとうございます。どうぞお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しい交わりがいつもいつまでも私たち一同とともにありますように。アーメン。はい、ありがとうございました。これでセレモニーは以上です。皆さん本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ハレルヤ。はい、終わり終わりああそうだね、ライブで見てくださっていた皆様もありがとうございました
今後ともよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございました。本当にあの遠くからもね、たくさんの方が来てくださって本当にありがとうございました。終わり。